はい。えー、っとですね。ちょっと待ってくださいね。これがはい。じゃあ、えっと、今から、はい、今からね、えー、っと、リスニングやります。前にもやったやつなんですけども、私が言った英語の日本語の意味を言ってください。例えば、えー、っとね、It's made out of wood. はい、どういう意味でしょう。はい。それは木でできています。 っていう,ふうにね、<laughs> こんな感じで言ってねで。私が聞いた後にちょっとしてから日本語の意味を言いますから、正解かどうかを、えーまあ、チェックしてみてください。はい。まあ、リスニングの訓練ですね。はい。じゃあ、いくよ、えー。これはどういう意味でしょうか。声に出してちゃんと言ってみてね。言わなきゃダメだからね。頭で考えてるだけ,だけじゃ、多分ねあの、あんまり覚えません。口で言わないと。日本語で言ってね、それね。英語は言わなくていいからね。 じゃあね、I want something bright. はい。私はちょっと明るい色のが欲しいな。こういう意味です。はい。もう一続きましょう。Sure! これういう意味でしょう <laughs> はい。もちろんっていう意味ね。はい。じゃあ次はね、うーんーと、Thanks for helping me。という意味かな。手伝ってくれてありがとう。っていう意味ね。じゃあ次ね。 What kind of person is she? 彼女ってどんな人はい。じゃあ次ね。Hey, <so> great! <laughs> 素晴らしいって意味ね。はい。もう一つ行きましょうか。She already has enough necklaces. 彼女はもうネックレスをたくさん持ってるよ。はい。 じゃあ次行きましょう。これにしようかな。あじゃあこれ行きましょう。I went to China last year. 私は、えー、去年中国に行きました。はい、じゃあ次行きます。えー、I'm trying to save money. えっと、貯金しようとしてるんだ。はい。次ね。 えー、そうですね。はい、じゃあこれ行きましょう。Do you have a few minutes? はい。2、3分よろしいですかこれなんかあのアンケートとかね、ガイドで聞かれるときね、そんな感じかな。じゃあ次ね。はい、よし、これ行きましょう。You don't need to do that for me. まあそんなことしてくださらなくてよろしいのにそういう意味です。<laughs> はい。じゃあ次ね。うーんとね。Red wine and garlic.、はい、赤ワインとニンニク。<laughs> なんか買い物かなこれね。はい。じゃあ次ね。Excuse me.、はい、すみませんって意味だよね。はいえー、yes, we do. はい、私たちはします。はい。次ね。I'll give her a call. 彼女に電話します。はい。えっ、ー、とね、w e s h o u l d probably go. 多分私たち行かなきゃダメかもしれません。こんな感じです。はい。えっ、ー、と、Why does the man say sorry? なんでその男の人はすみませんと言ってるんですかはい、次ね。No problem, m o m ママ、えー、問題ないよ。<laughs> どうしたのぼやーって言われて。えー、ママ問題ないよって言ってるのね。はいえー、I'll be home then. その頃には家に戻っています。

で、もう一つね、もうそろそろ最後にしようかな。これが最後にしようかな。はい。Oh, that's too bad. ああ、お気の毒にっていう意味です。はい。だどのくらいできたでしょうか。半分くらいかな。半分くらいできればいいと思うんですけど。